い、ではですね、こちらの方、フィラメント、光るフィラメントですね、ちょっと見てみましょうか。ちょっと暗くします。はい、真っ暗。あ、見て、もうこの時点でほらすごい。どう、ちょっとやってみようか。うわ、眩しい。ほら、当てたところが光ってるわ。逆はほら、逆そんなでもないよね。美しいね。これ夜だったら面白いかもしれない。だって結構光ってるもん。これ分かんないけど、これ時間経つと消えるのかな、ホタルみたいに。でこれ実際にね、ちょっと実験してみようと思います。はい、今回は光る素材を使って、ちょっとした実験してみようと思います。はい、輪っかを作って1箇所穴開けて厚みをつけます。丸い土台を作ってそれをくっつけます。握る棒を作っていきます。はい、こちらパーツ出来上がったんで取り出していきます。はい、こんな感じです。よいしょ。はいはい、はい、こちら3本です。はい、ということで今回また A 君に来てもらいました。今回ちょっと夜に誘ったのは 3D プリンターで実験をするためなんです。はい、実験。はい、こちらデデン。はい、何でしょうか。はい、うわー、何これ。あれの嫌いなやつ、視力検査とかので。で通常は 3D プリンターは1色で出すんですけどね、ただ今回2色で出してます。まあ、これ設定で変えられて、出してる色別を途中変えるのよ。剥がしてみようか。はい、こんな感じで2枚、はい、できました。 OK。 で、はい、次こちら。はい、これを実際に使って計測してみましょう。 OK。 ではですね、今回暗いところでこのね、視力検査をやっていこうと思います。はい、ではね、やっていきますよ。これ分かるでしょ、ほら。ああ、上だね。上でしょ。でさ、これパッと見分かんないでしょ、うん、こっからがね、本番ね、うん、いくよ。こうすんの。これ、あの光をこう、なんていうの、実際に集約して受けた時に、うん、中に多分ね、光のね、やつを溜め込んでるのよ。面白いこれ。あの思ってる以上に、そう、見える。ほら、あ、はっきり見える。そうそう、いや、これ距離置いても見えるから。これもちょっとバックできる、ちょっとゆっくり下がっても、ほら、ディスプレイ上普通に映るよね。映ってる、なんかこれ光ってるの見えるもんね。これさ、じゃあ、あと最後に実験したんだけど、うん、どれぐらい時間持つのこれ。ちょっとこれでちょっと放置してみようか、このまま放置してみようか。どんぐらい持つのこれ。あ、うそ、マジでさ、ポテカってんじゃん。だいぶ弱くなってはきてるけど、でも結構持続するね、うん、そうで、これでじゃあどうなるかちょっと、ほい、あ、全然違うこれがさっき3分経ったのが大体これなの、ね、で、これやった直後もう全然違うけど、でもやっぱり劣化はするけど、でもこれでも今のまだ見えるよね。まだいいし、今度はあの ライトにもう直接ダイレクトアタックしてみようか。これでこう炙る感じで、ほらほら、やっぱこれはね、やっぱ光る。超光ってるね、うん、すごいよこれね。発光してるよ完全に。めちゃくちゃわかる。あ、面白いわ。初めてこれ使ったけど、うん、いや、ありかもしんない。夜中とか本当暗い時にこれやったら、普通にさ、お化け、お化けみたいな、ね、あのね、俺も最初に思ってたね、うん、はい、という感じです。はーい、えーす。